尾さんとかね、大石さんはね、結構思い切ったリードがあって、たけしはね、どっちかというとね、外中心なんだよね。へぇー、うん、アウトローすか。まあ、外中心って分かんないですよね。はい、プロですよ。めっちゃ面白い。打たれちゃうと、打たれちゃうとベンチ帰って星野さんに鉄拳で待ってるわけだ。いろんな面で、うん、まあ、配球もまだ全然わかんないし、うん、ただまあ当時やっぱり駒さんとか鈴木さん、角さんとかやっぱり別に僕はあのおベンチャー言うわけでも何でもないですけど、はい、何投げても打たれないっていう感覚があるんですよ。それぐらいレベルは高かったと思ったんですよ。駒さんの球ってどうでした実際受けてて。僕は本当の全盛期は受けてないので、でもやっぱ全盛期の後ぐらいの時は、そうです、でも早かったし、まあ、怒られます。意外と変化球はコントロール良かったです。あ、カーブとか、カーブとか本人、あの、なんちゃってフォークたまに使うって言ってましたけどね。まあ、スライダーはやっぱりすごかったです。すごかったですか。コントロールはすごかった。でもなんか照れくさそうに投げるカーブがなんとなく照れくさそうに、いや、本人はあんなのションベンカーブやって言ってました。でもね、ストライク入るんですよ。だからみんなまっすぐ待ってるから50キロ待ってるから、あのなんでもないカーブが簡単に初球ポンとスライドする。今の子ら見てるとね、カーブがあんま少ないんだよな、投げられるピッチャー。最近だからあの大谷翔平君とか、うん、ダルビッシュさんはあのカーブを結構ナックルカーブとか、うん、カーブを入れるようになって、またちょっと入り出したやつ、はい、またカーブは今の子らもっと投げるといいと思う、ね、ちょっと日本は使う選手少ないですね、うん、今まで。だからあのまあ後々その、まあ、経験積んでいくとやっぱりカーブがあるとね、うん、配球まあ楽っていうか幅が広がるんですよ。やっぱそうなんです、緩急すごく。だから次投げるボールが速くなるしね、はい、だから、うん、意外と中日であの、まあ、山本さんも今中も謙信も意外とカーブになってたんですよね、うん、まあ野口ぐらいですよね。あ、スライダーだけだもんね。あの球種が2つしかないマスクとスライダーでそれで準優勝したんですよ。すごい MVP 取りましたからね。すごいですよね。その中村さんの時代は僕もあの昔キャッチャーやってたんで興味があるんですけど、データ派だったんですか。そのデータはあんまりなかったですね。どうですか、その頃は。データあってもあんまり気にしなかったですね。野村さんのアイディア球とかって出てないけど。そうですか。野村さんの途中からですよね。途中からやってるけど、他のチームのデータだからね、うん、と投げるあれは違うけど、だいたい参考にはするけどね、バッター調子いいとかね。そのデータで言えばなんですけど、うん、前回の高木さんのチャンネルで駒さんには聞いたんですけど、あの中村武さんが、まあ、駒さんの時でなるべく聞きたいんですけど、嫌だった対戦、他球団の対戦相手って言いますか。対戦相手、駒さんは前回いろいろ、まあ、掛布さんとか、うん、まあね、もちろん高木さんに敬意を表して高木さんは嫌でしたって言ってましたけど、どういうこのバッターちょっと嫌だったな。あ、パチョレックでしたっけ。パチョレック、小松さんはパチョレックに一番打たれたイメージがあるらしいですよ。僕もなんかイメージあります。あります、やっぱ。だからパチョレックのあのね、あのミーティングがね、開幕前にミーティングがこんなひどい外国人見たことないと、ないと、何投げても打たれないっすスコアラスね。おう、だから開幕戦でホームラン打たれたそれから終わったら首位打者だからね。ね、うん、まあまあ本当そうです。その2位が高木豊さん、確かなんか言ってません。ああ、すごいですね。僕はもうどうですか。まあ、小松さんだけじゃなくて、巨人誰っていう、まず巨人ってやるのが嫌だったんです。へえ。もう雰囲気が変わるんですよね、巨人戦は。まず監督の雰囲気が変わるし。別に別に変わってくるからね。そうそうそう、巨人ね。交絡ですか。やっぱ小松さんは多少現役で星野さんとやってる。やってますね。巨人戦はちょっとメドレール変えるだろう、もう知ってるわけじゃないですか。僕ら最初の時なんて、まあ、とはいえどもそんなにってもう肩で息しないもうホテル出発の時はもう目血走ってる時もありますし、入っちゃうんですよスイッチ。もう負けたら10倍怒られるし、負けたら大変だよ。まあ、それから勝ったらね、もう超ご機嫌で、その代わり巨人だけは勝っても踏み潰せって言ってますお天板にやっつけろ。どうしても巨人予想したら、どうしてもその勝ちっぷりがかっこいい勝ち方じゃないとダメなんですよ。巨人相手に、巨人相手は。ただ阪神はちょっと優しかったですよね。あ、そうですか。やっぱりちょっと阪神ファン阪神ファンだったな阪神監督やりましたしね。今日は広島嫌だったな。広島強かったもんな、あの頃ね。
足がありますよね。足がね、それはやっぱり山本浩二さん、衣笠さんとか、まあ、だから一番高橋芳彦さん、山崎さん、長島とか、あと翔太さん、翔太さん、みんな走るんですよ。それで打ち取るじゃないですか、内野ボテボテ、全部ヒットする。内野だじゃん。でも、なんともならないですよ。あの頃ね、チップできなかったからね。いや、それでも今見るとね、今 YouTube いっぱい出てるじゃん。でも、クイック全然してないんだよな。あの、高木さんが顔だったって言ってましたよ。達夫がいる時はもう誰ですか。あの、高木田さんが、あ、そうですか、達夫の癖があるんだとか言ってて、まだ見てた。で、こうさ、別に僕いいっすよ、2塁行って抑えればいいってこと。そんな盗塁されました。それ以外の選手したら広島なんだ、特に出たら全部。そんなにイメージはない、イメージないですね。まあ、取れさえでも抑えられるんだろうね。キャッチャー、カラマさんの時なんだ、まあ、走らせと、まあ、セカンド行ってたら抑えられいいんだからっつって、まあ、そう、ピッチャーなんだよ ね。確かに、その考えは良くないかもわかんないけど、やっぱ考え方はありますよね。僕らも、足の速いやつ来たら、もうツーベース打たれてくれと思うんですよ。フォアボールは絶対ダメ。シングルヒットやっぱ気になるじゃないですか、盗塁が。だってもうツーベース打たれた方が、まあ3投はそんなにないので、気にして気にしてね、はい、やるよりも。だから広島はまだ山崎がキャッチャーやって6投にされたんだよね。そうそう、それであいつキャッチャークビになっちゃった。え、竹内さん、うん、そうだよ。え、うん、じゃあやっぱお二人は嫌だったチームはカープと。嫌だったね。球場狭いしね、広島球場狭いしさ、打つ分には、打席に立つ分には名古屋球場より広島の僕は好きだったんですけど、ただピッチャーがね良かったですからね、広島の北部さんとか大野さんとか川口さん、北デップさんなんか中日に20連勝したもんね。あ、このさん知らないですか。あれ3打席連続ピッチャーぐらいでやったんですよ、中日。僕、二村さん、もう一度誰かが3打席3人ともピッチャーぐらい。それすごい、それも珍しいですね。しかもそのベンチでシュート打つなって言われて、分かりましたって言ったイニングでピッチャーぐらいです。みんなシュート、シュートですか。アウトコースに見えるんですよ。よしと思ったらもうぶん詰まりです。面白い。そんな曲がるんですね。いや、曲がってるんでしょうね。名前球場でね、金田智弘さん、山根さん、北別府さんにね、3連続完封したことある。3試合連続完封負けたもん。じゃあやっぱ赤ヘル軍団は強かったね。強かった。でも僕の初ヒットは北別府さんですよ。おお、すごい。プロ入り初ヒット、すごいっすね、エースから。はい、もうそこだけ僕の誇りっす。